パトリオットはジープブランドで販売されていたクライスラーの SUV である。北米ではペイトリオットと発音する。2006年4月にニューヨーク国際オートショーで発表され、2007年上旬に発売された。ジープリバティの1クラス下のモデルとして販売された。なお、同クラスにはデザイン違いとも言えるジープコンパスも存在する。プラットフォームには コンパスやダッジキャリバーと共通のクライスラー m k プラットフォームが採用された。ただし、コンパスとは異なり、このモデルは本格的なアクロ走行も視野に入れた SUV である。エンジンはゲマによって設計された2.4リットルと2.0リットルの直列4気筒ガソリンエンジンを搭載し、豪州および欧州向けの輸出車両には、 フォルクスワーゲン製の磁気42.0リットルディーゼルエンジンも搭載される。駆動方式は前輪駆動のほかフリーダムドライブ I とフリーダムドライブ2の2種類の4 w d システムが用意される。生産はコンパスとともに入りの一州のベルビデーレで行われる。また、ロシアにおいては同国の自動車メーカーのユーズが同名の SUV。 ユーズ・パトリオットを販売しているので、ジープリバティとして販売されている。なお、この名前は、ジープ・チェロキーの北米名と同じである。2010年2月1日、米国車初となる日本のエコカー補助金対象車となる2010年モデルを発表した。2013年、日本において、フロントが、歩行者頭部保護法の基準を満たしていないことから、販売終了となる。 今後はこの基準を満たしたコンパスに編入されることになる。本国アメリカでは2017年まで販売されていた。ありがとうございます。